皆さんこんばんは、ワードです。2018年3月の20日、18時24分です。よろしくお願いします。お腹すいたよ。はい、天野さんこんばんは。腹減ったなぁ。何食おうかな。何食べよう。腹減りだね。アミはどつ。お腹すいた。仕事なんだ。大変だね。腹減ったよ、腹減った。何行こうかな。初見さん、こんばんは、いらっしゃい。何もしてないよ。何もしてない。パンダありがとう。パンダ運送さんありがとう、風船。ありがとうございます。何もしてないよ。
調子はまあ悪くないかな。なんで調子悪そうに見える？彼女と別れたから、かなぁ、わかんないけど、まあ彼女がと別れたのも原因があるかもしれないね。そうだね。何、アーミーまたサムネ変えたの？何食べようかな。いや、何食ってもうまくないんだよな。何食おうかな。風船ありがとう。何食おうかな。エースカフェロンドンのロゴは前になってる方がかっこいい。本当、いや、ていうかそれぞれヘッドホンがつけらんないんだけど、こういうこと？俺だとヘッドホンがつけらんない。これハンチングだから。違います。え、何、前になってるってこういうことじゃないの？前になってる方ってどこ？今までの、ごめん、日本語が分かんない。何、今までってどういうこと？どういうこと？今まで、フォローありがとう。フォローありがとう。手作りのご飯食いて。ありがとうございます。 YouTube から来てくれたんだ、ありがとうね。何食おうかな今日。作りに来てくれる人いるかな。募集する？手作りご飯作ってくれる人募集する？誰かいる？な、50人しか見てなかったらこの中にいないでしょ。起きたら配信やってるよ。何時に配信してるか決まってないね。
わかんない。起きたら放送回してるけど、寝てるときは回してないよ。ああそうだね、ガスしちゃうね、うん、結構遠いの東京まで。何、地元一緒なの？へえ、あ、成田なんだ。へえ、あ、知らなかった。まあそれは遠いわな。前に来たっけ？へえ、いや、覚えてなかった、ごめんごめん。まあそれは遠いよな。新宿まで遠い。上野までだったらまあ1時間ぐらいで来れるけど、新宿は遠いんだよね。成田から新宿ってすごい遠いよね。何、大人って何、何なの、めんどくせえわこのシーンっていう人、何なの、何、何が言いたいの、つまらねえとかぐじゅ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 文句言いに来てさ、何なのあなた、うん、本当に意味が分かんないんだけど、何、大人になれないでここまで来たんですねって、何が目的なの、すげえあのイライラするから消えてくんね本当に。あ、車か、高速で1時間ぐらいか、車持ってんのか、いいね。俺このシーンってやつ嫌いなんだよな本当に、うざがらみしてくるやつ。大人とか子供とか、お前よくわかんねえわ。車いいね、車いいよね、どこでも行けるからね、いいな。アンコロいらっしゃい、どう、久々に見てかっこいいよ俺、いつもと変わらぬかっこよさ。あ、よく言われるね、声がいいって。俺は自分の声よくわかんないけど、
減った腹減った。帽子似合ってる。これ X さんにもらったの。エースカフェロンドンだって。かっこいいよね。超暇だな。 X さんのところ行ってる行ってる。指輪磨いてもらったね。やばいよ X さん。なんかさ、シルバー磨いてもらったりしてる。いや、どんなことができるんだろうっつって。これ15年使ってるシルバーなんだけど、 X さんに磨いてもらったらこうなったんだけど同じ指輪に見える。やばくね。これ全く同じ指輪なんだよ。これ俺が持ってたやつね。15年前に買った、生まれて初めて買ったシルバーがこれなんだけど、それがこうなったかね。魔法かよっていう。メガホン峯岸さんいらっしゃい。魔法使いでしょ。魔法使いすげえよな。疲れてんのかな、どうなんだろう。なんかね、俺ね、楽しくないとねダメなの。楽しいことがないって言うとね、なんか辛いんだよね何言ってんだこいつって感じだろうけど、なんかわかるかな。楽しみたいんだよね。魔法だよねパルパールね。はい、知らんけどいらっしゃい。何、ドライブに連れてってくれんの俺のこと。ドライブ連れてってくれんの。明日休みなの大丈夫。いや、ドライブ連れてってくれんのはすげえありがたいんだけど、ただ Wi-Fi ないけどね、あのね、みんなね勘違いしてるけどね、俺思ってるよりも喋らないからね。カメラ回った時俺本当に喋らないから、すっげえ苦痛だと思うよ。カメラの回ってない俺と一緒にいるのは結構大変だよ。マジで喋んないから。だからね、嫌いなのとかよく言われるもん。え、何？いきなり何？なんで黙ってるの？嫌いですか？え、何の話？みたいな女の人ってね、黙ってるとね、嫌いですかって言ってくること多いんだよ。あー、じゃあ今度連れてってよ。今度俺をどっかに連れてって。いや、本当に連れてってほしいよ。いや、 Wi-Fi も持ってこいっていうね。下道かよっていう。全部 Wi-Fi とWi-Fi、 配信が回ってればとりあえず喋るから。連れてって。うん、使ってないのあんの。ああ、じゃあそれ持ってきてくれたら全然助かるわ。あ、できるんだ。
相手が話しかけてくるとうざみたいな顔するからすっげえ嫌なやつだよ俺。何とかうざみたいな。ノレさん引退しちゃうよ。いや話すけどなんかすごいめんどくさいよ俺、みんなが思ってるより。あーそっかそっか、アーミンも配信するからか、うん、全然いいよ。トレさん面倒な話？トレさん面倒？何の話それ？ん？トレさんが面倒？何？引退しねえっつってんだろうがよ。人の話聞けや。生きてるよ。昨日電話したよ。聞こえなかったのは俺の関係ねえだろうがよ。おめえが聞いてねえんだろうがよ。なんでおめえが聞こえなかったの俺のせいにすんだよ。おめえが聞いてねえのと聞こえなかったの知らねえよ。おめえの都合だろ。なんで俺がお前が聞いてるか聞いてないか俺に言うんだよ。関係ねえだろ。俺は喋ってんだからおめえが聞いてねえのはおめえの問題だろうがよ。考えろよ。なんで俺がそんな詰められないといけないんだよ。大丈夫だよ。イライラしたらイライラしてるで臨むから俺は。イライラしたらイライラをぶつけるのも大事なことだから。じゃあ人間関係がおかしくなるから、リスナーさんとの。怒るときには怒った方がいい。どうも、ヤクミツルです。いや、この帽子かぶった時ちょっとヤクミツルっぽいなと思ってちょっとヤクミツル感が出てくるよね。なんかこれで買い物に行ったの昨日、ショーウィンドウに映った自分の、あ、ヤクミツルだと思って。相撲協会について熱く語りましょうか。似てるよね、なんかヤクミツルにね。ヤクミツル大嫌いなんだけど、悔しいかな。似てるんだよな。大体帽子かぶってテレビ出てるのもおかしいよな。その帽子を脱げっていう。まあ俺も俺だけど。いやなんかね、ヤクミツルあんま好きじゃないね。三浦純に憧れてなれなかった人みたいな感じ。おい、ヤオリン、ヤオヤリンゴさんいらっしゃい。なんかサブカルに対する憧れが強すぎるけど、全然なれなかった人って感じ。
サブカルかぶれっつうか、いや、じゃあ面白くない人間が俺面白いでしょっていうアピールが一番好きじゃないの俺。その才能を持ってて本当に面白いやつはかっこいいんだけど、持ってないやつは持ってないままでいいじゃんっていう。持ってないんだから。だけど持ってる風に見せたがる人っているの。俺は持ってるぜって、それが嫌いなの。もう嫌悪感がある。知らない、俺放送の話題見ないから分からんよ。何の話してるか分からん。何がひどかったの。ほら働いてるよ。働いてるし、多分あなたよりも収入多いよ。悪いけど。で、働いてない人も飯食う権利あると思うけど。あ、リナ猫の胸揉んでんだ。何飯食う資格ないって。飯食わなきゃ死ぬだけだよ。いや、死にたくないんだけど俺。いや、分からない。俺も全く分かんない。っていうか俺結構働いてるつもりなんだけど、少なくとも俺に働けっていうやつよりは働いてる自信がある。ナーボーに水ぶっかけられてたんだ。そりゃねえ、おっぱい揉んだらダメでしょ。知らない、嫌がってる人のおっぱい揉んだらダメでしょ。あ、そうなんだ、ピリカありがとう。ダメでしょ、おっぱい勝手に揉むって犯罪だからね。乳がん検査としてもんなんだ。優しいな、池上さんは。そうだったのか。やっぱりな、俺もそう思ったんだよ。池上さんがそんな犯罪するわけないもん。池上さんは優しいな。はい、いってらっしゃい、アミー。はい、超ポンコツミーさんいらっしゃい。いや、池上さんは本当に優しいな。だと思ったよ。リナ猫の乳がん検査を、したんだ。うん。あ、そうなんだ。警察にネタ猫と僕を揺ろうとし、才能の塊だね。すげえな。いや、優しさから来たんでしょ。発想がすごいよね、発想が。あとありがとう。狂ってるな、池上。タバコ吸いたいなら吸えばいいじゃん。なんかそのやめたいのか吸いたいのか。よくわかんないんだよね。その、吸いたきゃ吸えばいいし、吸いたくないなら吸わなきゃいいじゃん。どっちなの？吸いたいとか吸いたくないとか。知らないよ。吸いなよ。器物破損なんだ。任意なら答えません。任意なら答える必要ないよ。俺もよく言うよ、任意って。なんでてめえに名前言わないといけないのつって。お前じゃ警官名前言えよつって。カメラ回ってるけどねって。で、言いたくないって言ったから、じゃあなんでお前自分の名前言えねえのに俺に聞くんだよつって。
お前しかも名乗れねえで公務員とかふざけんなよっつってボロボロに言ったよ俺。てめえ公務中だろっつって仕事しろよっつって市民に名前聞かれて答えられねえような仕事ならやめちまえよっつって、てめえは名前答えたくないで俺に名前聞いてくるってどういうことだよっつってめんどくさって感じで去ってったよ。ポジション消したお金って俺にだって俺によくしてもらいたいっつうかさ、俺が幸せになってもらいたいからアイテム投げてくれてんだよ。俺がタバコ好きでタバコ吸って何が悪いの。俺が支援されたもらったお金自由に使っていいでしょ。俺はパフォーマンスの対価としてチップもらってるんだから。おごごり前に3時間以上つきまといされて通報されてでの事情を聞かれてんの。いや任意だったら答える必要ないよ。っていうかもし任意同行で2時間押し問答したら警官が違法だよ。1時間を超える任意の質問って確か違法行為だから。ああ仕事行ってらっしゃい、はい亀尾いらっしゃい。タバコの葉が詰まってるからって言い方適切ではないね。燃える増粘剤っていうのが入ってないの。また来て。増粘剤って言って簡単に言うとなんか燃えやすい材質が入ってないの。仕事してんだけど今。あのね、はっきり言うけどね、俺は労働はしたくないと、単純労働者が嫌いだから俺はこの職業選んだの。で、なんで俺に単純労働を求めんの？だから俺は仕事やってるって。で、単純労働したくないからこの職業選んだの。邪魔、君。俺は単純労働やりたくないからこの仕事選んだんだよ。で、お前に仕事しろとか言われたくない。稼げてるからほっといて。いやダメよダメよ、答える義務なんかないんだから。だから池上はそこ突っ張っていいと思うよ。そこは論点が違うと思う。だったらあの逮捕状引っ張ってきて逮捕しろよって話だよ。権利は行使していいんだから。拒否権があるでしょ。警察の仕事じゃないよそんな。だったら被害届出させている稲猫に引っ張れやいいんだもん。俺が言ってること間違ってる。そこは堂々としないと。フォローありがとう。いや池上はストーカー気質だよそれはそうでしょ。なんならトツかけてこいよ。電気ボンジュール言いたいことあんならトツかけてこいよ。 LINE 公開してるからトツかけてきな。ほら
雑魚相手にしない方がいい。あ、まあまあまあ。いやでも働けって言ってる意味が分かんないから、ちょっとどんな正当性があるのか聞いてみたいじゃん。最後は警察官も名乗りたくないなら速やかにお帰りくださいで終わりました。まあまあそうだよね。うん、ありがとうございます。俺は人に生き方決められる筋合いなんかないと思ってて、まあ電気モンジュールが親ぐらいじゃないの。飯を食わせてる親ぐらいだよ。なんか文句言っていいの、人に生き方を。飯食わせてさ、働けって言うんだったらわかるじゃん。部屋の中に働いてないやついたら邪魔じゃん。だったらわかるけど、だって電気モンジュール会ったことも見たこともない人だよ俺。なんでその誰にも迷惑かけないのにこいつになんか文句言われねえといけねえんだよと思わない？意味がわかんないよ。どうでもいいよ。税金納めてても納めてなくても言う権利ないと思うよ。法律上あかんことをするのを取り締まるのは警察官とかじゃないの？わかんないけど。リプ全然 OK。 うちは楽して稼ごうが甘えだと思わないけど、映画監督オマージュの意味がわかんない。こんばんは。楽して稼ごうとして、別に楽して稼いで、俺はいい派だから。うん、苦労して稼げないんだったら楽して稼いだ方がいいんじゃないの。まあ苦労したいっていう人は苦労すればいいし、あなたが苦労して稼げばいいんじゃないの、安月給で。てか俺は配信で金稼ぐのが苦労だと思って、あの苦労っていうか大変なの知ってるからね。はいはい、いい派とありがとう。この帽子？いや、オマージュじゃない。これね、あの、X さんにもらったの。なんか、ハンチングの帽子とか好きって言って。あの、もう被んないからあげるよ、つって。そしたら、ヤクミツルみたいになっちゃったんだよね。楽して金稼ぐのが甘えつうか、金稼ぐの全部大変だよ。のんちゃんと別れたよ。いないよ。もうのりこはいないよ。元気かな。老ける。でもね、後ろにかぶると可愛くなるんだよ。ほら可愛いでしょ。ラブリー、ワドタンラブリー。こっちの方が好き。モンさん47。いや、羨ましいって話だったらわかるよ最初から。いや、お前みたいな生活羨ましいわって言うんだったらわかるの。電気モンジュール、家の中にいて人のお金でタバコ吸えて羨ましいなって。でしょって言うから、俺は最初から本音で語れよ。でしょって。うん、俺32、それはわかる。俺もだっていいなと思ってたから、昔いいなと思ったから実践しただけだよ。それはわかる。だけど働けっていうのは別じゃないの。なんでお前が苦しい生活やってるから俺が同じ思いしないといけないの。それは間違ってるでしょ。本当になんか働かなくてもいいと思ってるから、俺は別にニートがいて、ニートがいる世の中でいいと思ってるから。だからニートに働けなんか言わないよ。
働きたくないやつは働かなくていいんだよ。だって成り立ってんだからいいじゃん。まあまあ好きなことで稼ぎたいだけだよ。まあ、身元もバレるっつうかね、何もかも情報の切り売りだよね。配信なくなったらなくなったで、別に配信なかった頃好きなことやってたよ。別にやりたいことやればいいんじゃない。どうなるのかわかんないけど、次にやりたいことを見つければいいだけでしょ。なんとかなるよ。ただ単純労働とかそういうことばっかりが俺は仕事だと思ってないけどね。俺はね、うん、実際成り立ってるわけだから。むしろ単純労働なんかこの世からなくなればいいと思ってるから。人間の尊厳を失うでしょ。機械がやってもいいことは俺やりたくないんだよね。まあまあ困る人がいる、うん、まあ知らないよね。俺のこと以外は関係ないから。まあいるんじゃないの、困る人。ネットができて困る人もいるだろうし。出版社の人とかさ、テレビ業界の人とか。でも俺その業界の人じゃないから、わからん。機械化はまあ勝手に進むだろうね。人がいらなくなってくる。労働でもう人なんか使ってた方がおかしいんだって、うん、別にどんどん楽していいんだよ。機械にやらせていいんだよ。俺は俺らしく生きます。俺は俺がやるべきことをやるよ。それ以外は知らん。結婚とか子育てとかしたらこのままでは無理だろうな。いやだから俺が言ってる根本を間違えてんだって。あのさ、その結婚してるとかしてないとか子供を産むとか産まないとかって当事者たちが勝手に選んだことじゃん。サラリーマンやること、アルバイターやること、結婚することで自分で選んだくせに他人が羨ましいってどういうことだよって。お前が自分で選んだ来たことだろうって。例えばこの電気ボンジュールっていう人がブルーワーカーなのはあなたが選んだことじゃんって。で別にあなたのこと否定しないからって。俺の人生は俺が決めてきたことだからよくわからないよ。結局人間いらないじゃんってならないでしょ。人間が楽をするために機械を生み出していってるんだから。だから俺らは楽しむだけでいいんだよ。人間いらないじゃんってならないでしょ、うん、じゃあだから労働っていう考え方が古いんだって。バーチャル配信者はだって千葉さんとかそうなんじゃないの。バーチャル YouTuber とか出てきてるし、どんどん出てくると思うよ。だから俺は人間の方が強いと思ってるけど。バーチャル YouTuber いっぱいいるな。まあでもそう、バーチャル YouTuber ですら人間が作ってるから、結局そのバーチャル YouTuber バーって出てくるだろうけど、バーチャル配信者とかプログラム書いたり、そのコマンド打ってんのは人間だから、結局その中で面白いつまんないは出てくるのよ。だから最終的には人間がやった方が早いよねってなると思うよ。バーチャル YouTuber の中で格差が生まれるだけでしょ。そのバーチャルを作った人間が評価されるだけで。身内に捨てられた場合どうすればいいですか。よくわかんないけど、二十歳超えたら自立しなよ。人間は AI が作った説あるらしい。ほう、そうなんだ。オンかな、うん、
オンって感じだね。ターミネーターの時代は来ないね、簡単に言ったら。当分来ない。理解してもらおうと思ってないよ。違うんだよ、やる気ないさ。俺はなんかうぜえやつが来たから反論をしてんの。持論を展開してるわけじゃないので、俺の生き方全人類がやればいいなんてこれっぽっちも思ってないの。俺が楽しくやそれでいいのよ。で、俺の周りにいる応援してくれる人が幸せだったらそれでいいの。俺は嫌いなら見に来んな、俺の価値観を合わないんだったら文句言うなっつってるだけなのよ。わかる？で、そのお前らが決めたことに対して俺は干渉してないと。結婚がいいとか悪いとか言うつもりないと。ただなんか俺のことが羨ましくってやっかむのはやめろよっていう。そう、知らねえよみたいな。俺は俺で選んでやってきてるわけだしっていうことよ。何にも食べてないね。要はその生き方を解くなんていうことは人に権利がないんだよ。人に人の生き方を解くなんてできないんだよ。俺がお願いしたのはわかるよ、電気なんとかさんって。あなたみたいな生き方がしたい、あなたが持っているものが欲しい、あなたみたいになるためにはどうすればいいですかって俺が言った時に、あ、働きなさいって言われたら俺は守るよ。でしょ？だけど俺はお願いしてすらいないんだから、むしろうぜえと思ってんのよ、ああいうコメント。わかる？俺が元だから、なんつうの、俺が求めてるんだったらありがたいと思うけど、別に俺が求めてないことだから、別に自由に何言っても構わないけど、俺も言いたいこと言うよっていう。別に何書いても構わないけど。のんちゃんと別れたね。身内に捨てられた場合っていうか、別に自由にやればいいじゃん。そんなシンプルなことないよ。楽でいいじゃん、親がいなくて。すげえ楽だよ。原因、まあ、まあまあ、YouTube にありますよ、動画が。ああ、面白い解釈だね。それは面白いね、春さん。フォローありがとう。手作りご飯食べたいな。仕事の勇気にヒカキン出たんだ。あ、やっぱり計算合ってたな。編集を始めて6時間7分の動画が完成した。やっぱりそれくらいでしょ。あー、すごいね、ビタビタだわ。やっぱりそれくらい時間かけてる。編集だけで6時間だって、7分の動画。あー、すごいね。もう計算した通りだった。すごいね。ジャンクフード多くなってるっつうかね、やっぱね、手作りのものがうまいように感じてきたね。うまいね。うまいもん食いたいね。やっぱね、手作りのものがうまいんだよな。あとね、だんだん年取ってきた方がね、しょっぱく感じるのよ。店で売られてるものがしょっぱいの。はい、かいらっしゃい。な、塩分がいらなくなってきたんだよね。あと油が多いものが、魚とかうまい。年だよな、完全に。ご飯食べてないね。
あのね、ステルスと嫌よは別の原理だから。ジャーニーさんのコメントは俺にしか見えてないから、仲直りっていうか、仲直り、何、喧嘩して別れたっていうよりも、仲直り、よくわかんない、仲直り、別れたことと喧嘩したことは別だと思ってるけど。最強に腹減ったら何食べたい？それがね、面白い、いい質問なんだけど、最強に腹減ってる時はね、米だけでもうまいんだよね。もう何でもうまいから、空腹は最大の調味料だよ。アルさんいらっしゃい。コテハンを読まずにコメントだけ、コテハンを読まずにコメントだけ読めばできる？機能が、意味が違うでしょ。リスナーがリスナーにも読んでもらいたいっていう時あるから、俺にしか伝えられないじゃん。あの、ステルスと匿名は意味が違うよ。初見さんいらっしゃい。ステルスコメント下手に使う人がいるんだよね。たまにね、なんかステルスじゃなくてもいいじゃんっていうのをステルスで送ってくる人がいるときはイラッとするけどね。ニコ生やるつもりないのよ、今のところ。今のところやるつもりないね。ありがとう。レッドやめて。
連投やめて。ニコ生やばい、いやもうにてかやばいっつうかもう見てねえかんな、うん、どうなんだろうね。いやいや人間のね人口比率と変わんないと思うよ。バカが多いっていうのと頭悪いやつが多いっていうのと金持ちもなんか全部が全部なんかなんつうんだろう人口比率と一緒だと思うよ。だからバカ向けにコンテンツ作った方がいいっていうか。佐々木さんいらっしゃい。晩飯まだ食ってないね。何食おうかな。親子丼とか食いたいな。いや面白くて才能のあふれる人間だけでねなんかコミュニティ作ろうと思ってもやっぱ無理なんだよ。世の中はバカがバカであふれてる。バカありがとう。中華丼いいね。もうなんかジャンクフードだけの生活やだな。どっかになんかすげえいい女体が落ちてないかな。女体拾いたいな。女体すげえかわいい。女体欲しいな。女体ラーメンいいね。ラーメンいいね。明日も仕事だ。生姜焼き作って食った。自炊いいよね。いいね。生姜焼きは熱いね。生姜焼きか熱。生姜焼きいいね。愛子さん、愛子さんあんまグッと来ないかな。天才ばかりだと地獄。バカで溢れてるじゃん現実世界。俺 99% ぐらいバカばっかりだと思ってるよ。リナネコはリナネコか。リナネコ、リナネコないかな。リナネコない。リナネコないな。リナネコないな。クミさんこんばんは。ないだろう。ユカチーもないね。ないね。アリニアンが誰だか分かんない。リナネコ迷うね。ないな。ギリギリないな。そう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 。いやトータルしてないな。
ギリギリないね、リーダー猫は。うーん、ないなっていう。ナシコありでしょ、ナシコありでしょ。なのんちゃんはありだったけどなしになったわけだから、ナシコは全然トップレベルに可愛いと思うよ、あの子。ただね、ナシコはね超美人なんだけど、なんかね、なんだろう、サチが薄い、絵に描いた美人でサチが薄さなんだよね。なんなんだろうあれ。爆走なんかねえよ。ナシコは美人だよな。駒部島わかんない、誰だか知らないだね。ナシコは幸薄いけどすごい顔整ってるからね。浅野先生はなしなんだよな。浅野先生よく見るとババアっていう、その詩が俺が好きなババアじゃなくて、よく見ると残念なババアなんだよね。浅野先生はないね。ノーコメント、やばぞノーコメント。リコニャンは俺ありかな、リコニャンはあり。あ、一種のありだね、ありだね。うん、あ、いい質問だね。俺が女だったらでしょ。一種のありだね、うん、ありですね。ただね、俺が女だったら俺とは、俺はなしだね。金梅さんはなしかな。金梅さんはなし。正直。ちゃんまありなんだよ。ちゃんまあり。ありっていうか多分結構ドストライクだと思う。俺が女だったら。ちゃんまありなんだよね。ちゃんまがモテる理由わかるもん。いや、わかんないけど、そういう感覚なんだよ。俺、ちゃんまんがモテるのわかるし、ちゃんまんに、ちゃんまん結構モテるだろうなっていうのあるんだよね。パルパルはなしでしょ。テルはまあありっつうか、俺は狙わないかな。うん、テルはなしかな。なしっていうか、その性的になんかグッとこないテルは。まあかっこいいイケメンでモテる子でしょみたいな、うん、今人気の子でしょって感じ。なんかこうビンビンは来ない。優しいよねテル君って、モテるわねあなたって。いやー、金梅さんに多分浴場はしないと思うね。俺は。たまちゃん
や、あの、しょ、いや、あの、今度男としてってことでしょ？いや、たまちゃんね、すげえエロいよ。俺、会ったことあって、さっきコメント書いてくれたんだけど、初対面の時、会ったことあるけど、めちゃくちゃエロいよ、たまちゃん。うん。たまちゃんは、すげえストライクだったね、正直。会ったことあって。ヒカルくんとか、金梅さん、いいなと思ったよ。たまちゃん、いいよ。たまちゃんエロくて可愛くておっぱいでかくて頭悪いんだよなちょっとなズバ抜けて頭悪いかんな。うん、会ったことあるどころじゃないよ。金梅さんとたまちゃんが初めて出会った時、ヒカルくんともともと付き合ってたので、ヒカルくんが連れてきて、俺とこうやと金梅さんがいたんだけど、金梅さんの一言がすごくて、今から 5P しようって言ったら、たまちゃんの返しが面白くて、ヒカルくんどうするって言ったの。で、俺はそれを聞いた瞬間にまずいと思って、この流れ本当に 5P になる流れだと思って逃げたの。すごくない？金梅さんがタマちゃん 5P しようっつったら、タマちゃんがおどおどしながら、ヒカルくんがいいならいいけどどうするって言ったの。すごくね？で、あ、これやばいと思って、この流れまずいと思って。で、ヒカルくんも会社がすごくて、バイさんがやりたいならいいっすよ、バイさんがやりたいならいいっすよって言ってて、何これとか思って。みすけこんばんは。いやー、たまちゃんね、頭良さそうに見えて底抜けのバカだからな。でもいい子よ、うん、可愛いよ実際。たまちゃん美人だよ、すごい。年は27って言ってたけど、絶対俺より年上だと思ったけど。ヤナラキーこんばんは。もう実年齢ってバレてんの？たまちゃん実際綺麗だよ、すごいエロいよ。ルイトもね、いや、タマちゃんは正直男だったらちょっと一発やりてえと思う方があると思う。俺ね、頭のバカな女あんま好きじゃないんだよね。なんかノリコってバカだと思ってる人多いけど、俺よりはるかに頭良かったんだよ。俺ね、頭がいい人が好きなの。のんちゃん普通に賢いだよ、あの子。あの、喋りがバカっぽいだけで。カピコ、カピ、カピってどの子だろう。カピって聞いたことあんな。カピ、カピ。カピってどれだろう。ちょっとカピってわかんないな、出てこないし、ちょっとわかんないね。桃襟は余裕でなしだね余裕でなしだね。ああ、高橋って誰や。高橋ロンパ、ロンパっつうか、のんちゃん普通に頭いいよ、あの子。うん、てかね、一緒にいると分かるよ、あ、こいつ頭いいなみたいな。さとちゃん、さとちゃんってもしかしてツイキャスの子、ツイキャスのよくカラオケやってる子、さとって。やばぞ、ツイキャスでさ、ちょっと閲覧低いけどカラオケ歌ってる超可愛い子、合ってるかな。ふわっちの佐藤、どれだろう。佐藤、佐藤って子いないけど、これかな。お前いい加減にしろよ、ほんとぶっ飛ばすぞお前、ほんとお前ふざけんじゃねえよ。お前ほんと殺すぞ、ほんとに。いや、検索したわ。いや、ほんと殺意湧いた、今。殺すぞ、ほんとに。それ、引っ叩きたかったわ、今。ヤバゾウのこと。朝比奈？朝比奈だから会ったことあるけど、なんだろう、俺、朝比奈なんかアニメのキャラクターでさ、なんか原始人の子みたいな感じ。うん。
なんか勘違いしてるよね。っていうか、あの、普通に言うけど、のりこブスじゃねえかんな。本当に。のりこはブスじゃないよ。なんか、あの、みんなが思ってるより可愛いかんね、のんちゃん。なんか変なレッテル貼られてるからな。のりこ勝手にブス扱いされてるからな。いや、のりこブスじゃないよ、普通に。ツイキャスは今見てないね。ていうか配信自体本当に見てないかな。見るときはコメント書くもん。あのね、唯一見れるのがね、便所太郎さんかな、今やってる人だと。ラジオ代わりに聞けるのは便所さんぐらいだね、ほんと。あのね、他のは生理的に無理だね。生理的に放送がもう見れない。ラジオにできないの。つまらなすぎて。逆にイライラするんだよね。便所さんは、のりゆきさんは、俺は正直、一回マジな話、配信5年やってるけど、一回も見たことない。うん、さんまは今ブロックされてるから見れないだけ。ヘビーで見てたよ、俺は。かなちんこんばんは。だから佐野は大好きだよ、俺。佐野っ子だから、佐野っ子。気持ち悪い。一回も見たことないね。っていうか、あの、YouTube とか動画とかで、ほら、Twitter とかで動画出るじゃん。トーク的に嫌いなの。うん。あの、実力あるの分かる。面白いの、面白いっていう人が多いのも分かるけど、あれね、キッズ向けっていうか、ゆいがさん面白いね。ゆいがさん面白い。サメ島ファミリーって俺は誰のファミリーにも属してないよ。俺は誰のファミリーでもないよ。それはサメ島さんですら俺のファミリーじゃねえだろうって。仲はいいと思うの。だけど、サメ島さんのフォロワーが、じゃあ俺のフォロワーで多いかって言ったら多くないじゃん。被ってないじゃん。だから俺誰ファミリーでもないと思うよ。まあ、ありがとう、リコさん。ちゃんまんは抜群だね。もうラジオで聞けるっていう。うん。俺はファミリーは、まあ、解放がいるんだかいねえんだかみたいな。体調悪いかもね。なんで？わかった。タムタムさんいらっしゃい。こんばんは。アイテムありがとう。そうそう、内容がないんだよ。本当に勢いで喋ってるタイプだから。でも俺配信見てないかんね、ビッグさん。要はね、配信が好きかって言われたらあんま好きじゃないの。やることは大好きなんだけど、リスナー側としては微塵もなんだこれっていう、くっそつまんねえなこの遊びみたいな。そう、見る側からするとわかるかな、これ。なんかね、うまく伝わらないんだよね。配信は好きなんだけど、やることが好きで、見る側は本当につまんねえコンテンツだと思ってて、そこはね、だからちょっと、だからうちのリスナーさんってね、意外とね、他のコンテンツ見ないっていう人も多いんだよね。ハボシニア、ありがとう。あ、俺のマイクは高性能だから心の声も拾うよ。
まあ好き嫌いがあるからね。俺はかっこいい人が好きなのね。かっこ悪い人嫌いなんだよね。誰が戦場のカメラマンだよ。でもね、この帽子ひっくり返すとあれだよ、あの相撲協会に所属してるあのサブカルコメンテーターみたいなんだよ。今帽子裏側にかぶってんだけど、帽子をちゃんとかぶるとあのサブカルコメンテーターみたいになるよ。のんちゃんとは別れた。ご飯はまだ食べてない。のりこと別れたからなんどれくらい経つんだろう。100年に1人余裕で逸材だよね。余裕でしょ、のりこは。最近特命枠やってないね。あんまり面白くないなと思って、最近やってないね。ステッカーね、 DM から LINE 送ってきてくれたら俺にあの振り込み先を教えるから、それであの郵送するっていうのが毎回やってる手続き。 LINE か DM でステッカーくださいって言ったら俺がテンプレート貼るから、あの住所ここですとか、あの銀行口座ここですとかやるから。和道ステッカーはいいよ。ドレさんは声少し戻ったなと思ったけど、うん、なんかあれだね、普通になんかまだ病気っていうか、まあ休んでるね、うん。おう、メロンさんいらっしゃい。声はだいぶ良くなったかな、聞いた感じ。問い合わせが来た。よいしょ。
問い合わせが。なんかね、アルミホイルメーカーがあるんだろうね。あれ、テンプレートどこだったっけな。ステッカーのテンプレートどうだった。テンプレートどうやったっけ。空気清浄機開封したけど設置してないね。あれ、ステッカーのテンプレどこやったっけ。あれ、ステッカーのテンプレがないな。あれ、ステッカーのテンプレどこやったっけ。ステッカーテンプレ作り直さないといけないのかな。めんどくせえな。あれ、晩飯まだ決めてねえつうかね。なんか何食ってもうまくねえんだよな今。何食ってもうまくねえんだよ今。あれ、ステッカー誰に送ったっけな。ステッカー送った。あれ、ステッカーなんだろう。 DM が消えてるな。あれ、なんで消えてんだろう。乗り殺す。まあまあまあ、そうだろうね。いや、そうだと思うよ。あれ、なんだろう、ステッカーが消えてる。なんだろう、ああ、これか。あれ、なんだろう、なんでステッカー消えてんだろう。結構買ってもらったはずなのに。飯はなんかマックとか外で食ってるけど、あんまうまくないね。ステッカー最近売れてないのかな。あれ、消えてる。なんでだ。あった。あれ、今クリック。あれ、なんだこれ、バグったバグった。え、買ってくれた人、この人 DM って勝手に内容消えんの。
なんでないんだろう。ステッカー買ってくれた人。何これ。数ヶ月売れてねえんだな。ステッカー。勝手に変わるのはめんどくせえな。何これ、え、何これ、めんどくせえ。ステッカーのテンプレートなくなったんだけど、え、めんどくせえな、マジで。最近おしゃれ、そう、そうかな。ステッカー買ってくれた。あれ ?DM が消えた。なんだこれ。え、どうしよう。あ、連投うざいから次ブロックね。連投ブロックね。忠告したかんね。ブロックです。あれ DM 消えてる、なんだろう。ああ腹立ってきた、なんかめんどくせえわ。あれ最後にステッカー売ったの誰だったっけな。え、めんどくせえマジで。あれ、これかな。ステッカー誰に売ったっけな。あーめんどくせえマジで。うわーめんどくせえ。ステッカーどこだっけな。誰だ最後に買ったのステッカー。ステッカーテンプレート誰だ。バックアップ取っときゃよかったな。言ったっけ。あった。これだ。あったあった。いい、オッケー。はい、ただいま。何買おうかな。もうプロ。セブンイレブンのおにぎり100円払って今食べたいと思わないかな。
何がモープロなんだろう。はい、仕事行ってらっしゃい。アイテムありがとうございます。頑張ってください。メシロス、何メシロスって。いや腐るから嫌なんだよね、腐るから。作りすぎちゃうんだよね。解放は初対面の時になんか居酒屋でタッパー出してきたから怒ったね居酒屋でなんかタッパーの煮物かなんか作ってきて、でちょっと食べてっつって、あの飲食店でそういうのはやめようって注意して、じゃあ持って帰ってって言われて、ごめんって、俺あの人の手作りのもの作れ食えねえんだって丁重にお断りしたね。解放は料理だから作ってきてくれるけど一回も食べたことない。世界生活保護別に詳しい、世界で一番詳しくないよ。だから詳しくないから専門家と組んで番組作ってるわけだから、一般の人より詳しい、詳しいっていうのはあるかもしれないけど、いやこれ2000円の中古のソファーだよ、ボロボロだよ。配信会ではまあ間違いなく一番詳しいだろうね、生活保護はダントツでしょ。自炊はできるよ。てか俺めちゃくちゃ飯うまいよ、めちゃくちゃ飯うまい。カレーでも作ろうかな、カレー作ろうかな。カレーまあまあまあ冷凍しておけば持つよね。だね、今から作り始めたら6時間後とかだから完成するのが無理だな。6時間後だからな。そこがだるいんだよな、自炊のだるいところは、その時間がかかるっていうのは。いや6時間ぐらい普通かかるから。逆にカレーを作るのに3時間とか2時間とかで作れる人は俺はカレーじゃねえっていうよ。6時間かかるから。俺玉ねぎ炒める工程だけで2時間かかるもん。サラリーマンは道に嫉妬してる、してんのかな、わかんないけど、嫉妬する理由が俺にはわかんないよ。いや凝ったっつうか、普通にカレー作ろうと思ったらそれくらいかかるよ。普通でしょ。玉ねぎだけで2時間かかるよ俺。だからうまいんだよ。本格的じゃない、家庭料理のカレーだよ。ルーカレーだよ。ルーカレーでそれくらいかかるんだって。ただじゃあ分かった、あんころね、分かった、俺のカレーと全く同じ具材、全く同じその材料で作った時、あんころの5倍はうまいカレー作れるよ俺は、うん、びっくりすると思う。え、家庭でこれ作れんのって。全く同じ材料で、要は時間かけて作ったら俺の方が絶対うまい。いや大げさじゃないから、実際うまいんだから。でもね、プロが作るってそういうことだよ。
そんなに具材変わってないよ。インドカレーとは違う。なんでかっていうと、そう、もともと日本人が作ってるカレーライスのカレーっていうのは、もともとインドベースじゃないから、イギリスから渡ってきたカレーだから、インドのカレーと勝負したらダメなの。別の食べ物だから。てか、インドカレーなんてものは存在しない。カレーっていう食べ物が存在しないから。インドには。いや、でも俺は逆に結婚した人とかに、主婦が大変っていうのは俺はそういうことだと思ってるけどね。夕方6時のご飯のために昼間から仕込むっていうのが俺は主婦の大変さだと思ってるけど。ただ抜群にうまいよ、俺のカレーは。はっきり言って、なんだかんだ言ってうまいよ。まあ、兼業だったら無理だろうね。いや、俺だから主婦やりたいんだよね。愛する奥さんのため、はた、はただいまって帰ってきた時にもう、部屋中スパイシー。うん、マジかよ、カレーかよって言わせたいね。で、次の日の昼とかカレーとか食ってりゃいいじゃん。自分が。だからね、カレーのまずいババアたまにいるんだよ、本当に。俺ね、カレーをね、まずく作るやつは全料理まずいって分かってんの。だってね、そのカレーなんかまずくなる要素がねえんだから。カレーをまずく作るってことは相当料理下手なんだよ。たまにいるでしょ？水っぽいっていうか、あの、スパイスが溶け込んでないの。野菜の甘みとかも引き出せてなくて、野菜とかジャキジャキしてたりとか、人参とかカッチカチっていうか、なんか、いるでしょ。うん、ありがとう、頑張ります。桜花火ありがとう。俺嫌いなんだよ本当に。いや主婦、いや俺があれだよ。いや本当食わせたいよ。いやカレーまずい人いるよ。いや多分ね、気づかないんだよ、あの、まずい人って。俺、家庭料理で、今日カレー食べるって言われて、もうね、ババア引っ叩こうかと思ったこと何回もあるよ。こんなもんよく人に食わせようと思ったなっていう。子供かわいそうと思うもん。いやー、ほんと。いや、もうね、ほんとにびっくりするもん、みんな。で、もうね、あのね、言われたことある。要はね、もうね、これカレーじゃなくて、あの、なんかラーメン二郎みたいになってますよって。要は、本当に、作り方本当に材料そのままなんだけど、凝りすぎてて、もう、なんつうの、つけ麺とかさ、ラーメンの進化みたいに味が変わっちゃってるんだって。本当にうますぎるって言われるもん。あのね、海軍のカレーがそうなの。海軍のカレーね、靖国神社で食えるから食ってごらん。まずいの。いやね、水にスパイスをスープで溶かしたような味なの。いや、旨味成分がないっていうか。あ、美味しいね。うん。こってりとも違うんだよな。あのね、甘みとか旨味とか酸味とかね、味覚音痴のやつ、いるんだよな、本当に。いや、食わせてえな、ほんと。え、でもね、あれだよ。普通に、料理配信何回かしかやったことないけど、わ、絶対うまいわって言うし、振る舞った人はマジでうまいって言うよ。あ、でも、これはセンスだからな。
こればっかりはセンスなんだよ。もうね、料理はセンス、本当に。で、何言ってもダメ。あのダメなやつに何言ってもダメ。何でもそうだと思うの。だから料理下手な人がなぜ料理が下手なのかがわからないぐらいだよ。何やってもうまくなるもん。得意料理っていうか、その、あの俺はよく言うんだけど、別に家庭料理ですよって。ただその料理っていうのは、例えばこれ料理やってる人だったらわかるんだけど、カレーと肉じゃがって全く一緒なの。だからこういうことなんだよ。煮込むと鍋やるのと炒めるとか工程があるじゃん。だからカレーと実はそう、肉じゃがとか筑前煮とかって同じなのよ。要はカレーうまく作れたら筑前煮も肉じゃがも作れるので、炒め物、野菜炒め作れたら生姜焼きだろうが何だろうがうまく作れるのよ。だから得意料理じゃないの。うまい人は何作ってもうまいの。いやだからカレー振る舞ってもいいよ別に。そのどっか店ね。で、そうなんだ。カレーまずい人いるって。だからいやだからまずく作れるもん俺。っていうか逆に言ったら俺が作るカレー以外でうまいカレーなんか存在しないよ。だんだん話がでかくなってきて申し訳ないんだけどね、俺だからカレー屋や、だからバーやってる時カレー出したいって言ってて、ただその食品の衛生管理の問題とかいろいろあってやめたんだけど、俺はカレー全然カレー屋ランチでやって行列ができるカレー屋作る自信あるよ。いや行列作る、ただ面倒なの。ただいや採算が合わないから。ただまあ行列できるだろうね俺のカレーは。これね、カレー屋さんの問題があるの。カレーって実はね、一流のシェフが一流のところで食べたらまずいんだよ。なんでかわかる？どっかの帝国ホテルみたいなところでカレー食ってもまずいの。西洋カレーを作ろうとして肉じゃが。あ、そうなんだ。いやいや、だって本当にうまいもん。俺が作るカレーうまいもん。いうことだけはじゃなくて、ここにいる全員が全員うまいって言うから、うますぎるって言うから。わかんない。リア充配信が何のことかわかんない。じゃあわかった。俺がどっかの配信者の家に行ってカレー作ろうか。どう？もう俺がいくら食べてうまいって言ってもダメだから、俺が誰かの配信者の家に行って作ろうか。6時間かけて。で、そいつらに振る舞おうよ。で、そいつらがうまいって言うかどうか、もう、いや、カレー作るってだけ伝えて。で、俺らは観察すんの。誰がいい？俺いいよ。3000円ぐらいで食材買って、2000円か3000円だから。で、誰かの家に行く、配信者の家。で、勝手にカレー作るから。鮫島さんでもいいよ。で、どんなリアクションか、普通に作りますって言って、6時間かかりますって言って。いや、池上の家、すぐだからいいよ。池上の家に行って、じゃあカレー振る舞おうか、俺。振る舞う？池上の家なんか歩いてすぐなんだから。池上の家にアポ取る？今。で、その時のリアクションを見てほしいの。
そう、うまいカレーとかネタバレしないで、どんな、どういうリアクションをするか。ただカレー作るからって。うん。いや、大丈夫、大丈夫。池上、味覚悪いんだ。いや、ドレさんもう絶対うまいって言うと思うよ。いや、ほ、あのネタじゃないから言い切る自信があるのよ。別にテルの家で作っても俺うまいよ。テル今どこいんの？テル今どこいんの？テルに電話してみようか。じゃあテルに頼む？テルの家行く？じゃあテルにすっか。じゃあ池上ダメなら、ちょっと待って。もしもし。もしもし。はいはい。テル今どの辺にいる？大阪いる？京都。京都？今京都。もう帰るけど。あ、帰るんだ。じゃあテルにカレーを食べてもらいたいの。え？いや俺のカレー？カレーを食べてもらいたいの。え？和道のカレーを食べてほしい。そう。できれば多くの人に、でテルに食べてもらいたい。俺カレー食べたばっかりやけど。え？さっきカレー食べたばっかりやけど。じゃあ俺の作ったカレーをテルに食べてもらいたいの。うん。そう、テルいつ東京来んの？東京つうか関東戻ってくんの？今日中には戻ってくるけど。新宿。多分明日になるかと思う。あの日付回ると思う。日回ると思う。あ、そうなんだ。新宿経由したら、うん、ちょっと俺のカレー食べたくなったらちょっと拾ってよ。分かった。うん、ありがとう。はいはい、俺ち来んの？いや、そのままもう車乗せてって。テルの遠いから歩いて、駅から。あ、そういうこと？うん。了解。ういっすー。はいはい。いい。はい。なあ言っただろ？なあ俺のカレーうまいだろ？なあ。なあ。ね？言ったでしょ？もうテル食べたくてしょうがないんだから。俺がカレーって言った時点でもうよだれだらけですよ。わかった？今。俺のカレーのうまさ分かったでしょ？な？いや、カレーを食べてもらいたいの、俺は、本当に。カレーを。いや、分かったでしょ？分かったんかい？いや、マジで腹立つな、本当に。嫌がってた？嫌がってたの？マジかよ。じゃあ池上の家で作る？じゃあ分かったよ。池上ね。じゃあ。いや、もう本当に腹立つ。煮込んだもん勝ちとか。本当に腹立つわ。苦笑い？ふざけんじゃねえよ。池上だわ、池上。迷惑そうだった？じゃあいいよ。ああ、もうなんかもう腹立ってきた。じゃあ池上だよ。じゃあ池上。池上。じゃあ池上さんにするよ、池上さんに。なんなん、本当に。出るかな、電話。いやいや、なんとかなるでしょ。池上電話出ねえのかよ。出ねえわ、電話。そもそも論だわ。そもそも電話出なかったわ。いや、誰かにカレー振る舞いてえな。誰だったら信用できんの？いや、鮫島さんは多分評価、辛いでしょ。鮫島さんの家横浜だし、晩中だから、放送できないの。鮫島さんが一番いいと思うの、評論をするときは。でも鮫島さんの家遠いっていうことと、鮫島さんがその晩中だからできないの。
便所さんはダメ、性格的に。あの、ジャッジを辛くするから。いや、配信のネタでまずいじゃんっていう。俺ね、便所さんより料理うまいよ。いや、じゃあもう、そうそう、ちょっと黙ってイライラする。イライラする。いや、ドレさんはなんか、過疎とは絡まないとか、プライドが高いから。いや、俺のカレー誰か食べてくんねえかな、マジで。いや、オレンジで作るのは嫌なんだよね。部屋が。違う、もっと、違う、誰かの家で作って、おかわりができる状態にしたいの。次の日も、俺のカレー食えるじゃんっていう、テンション高い状態にしてあげたいの。明日も和道のカレー食べられる、みたいなさ。なんつんだろうな。もういいよ。だって、料理、ああ腹立つな、なんか。いやーもうね、いや違う、伝わらないの、腹立つんだよ、伝わらないのが。食べさせてー、カレー食べさせてー。ばあやちゃんハートありがとう。スパイスカレーじゃないよ、普通の家庭料理の普通のカレーをカレーじゃなくすことができるって話だから、もう普通の家庭料理のカレーを家庭料理の域を超えるの。モーヤンカレークソまずいから切れてんだろ。違うんだって、もう家庭料理の最上級が俺のカレーなんだって。頭きたなマジで。唐揚げうまいぞ、俺の唐揚げ、うん、俺の唐揚げうまいぞ。のんちゃんが食べたことあるよ。あ、わかった。のりこだ。もうのりこに電話する。わかった。証言取ろう。ルー何使うのなんか聞いてねえよ。ちょっと、のりこに電話していい？のりこに電話して、証言取っていい？いや、だって証明できるやつがそいつし、のんちゃんブロックされてる。あれ、あ、いたいたいた。ダメなの？電話したらダメなの？だって俺がカレーどれだけうまいか知らない？いや、聞きたくないの？だってのりこしかいないんだよ、これを証言できるのが。いたいた。いいの？じゃあ電話しなくていいの？いいの？だって、のりこしかいねえじゃん、俺のカレー。違う。ああ、もう頭くるわ、うまいって言うに決まってるじゃんとかさ。ああ、腹立つわ。本当に腹立つわ。いや、本当に腹立つ。いや、もう、絶対そそなんか、うんまって言うよ。いや、これうまいわって。いや、もう腹立つわ。あ、マジでね、もう腹立ってきた、本当に。もういい。だから料理の配信嫌いなんだよ、俺。だから嫌なんだよ、飯食ったりとか料理すんの。いや、だからリスナーに振る舞ったらうまいっていうに決まってるんだもん。いや、第三者じゃん。腹立つ、マジで。だって俺よりもうまいカレーを作る人に会ったことがないんだもん、本当にうまい。いや、ダメ、アンチはもう前提としてまずいっていうに決まってるから。鮫島さんはフラットに言うじゃん、あの人。普通にうまいわって言うの。ただ、そのアンチとか、そのネタに走るやつ嫌なんだよ、料理に関しては。いい、もうこの話やめよ。この話やめよ。
いや、もういい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 。もういい、もういい。いや、気まずいだろとかじゃなくて、みーすけ。本当にうまいんだよ。いや、鮫島さんは、あの人は絶対、うわ、これうめえわって言うと思うよ。いや、普通にうまいんだもんだって。違うんだよなぁ。あー、腹立つわ。いやいや、もうそういうのもやめて、みーすけ。そういうのも嫌だ。そういうのも嫌だ。なんか。いや、その辺の人に食わしたら、うまいっすねって言うよ。そうなんだよね。鮫島さん食にこだわりないんだよね、あんまり。ないの。実際すっげえ食細いのよ。レストランとかでも何にも、なんか、なんつったらもうハムスターぐらいしか食わないんだよね。パパッと作れるのはペペロンチーノかな。30分ぐらいで作るの。ワインなんて入れねえよ、バカ野郎。もう腹立ってきた。いや、もういいよ。もう料理の話やだ、もう。本当に。本当に嫌なの。いや、もう腹立つわ。本当にイライラする。本当にイライラする。いや、オカリナさんにも食べてもらいたい。コーヒーも入れないよ。料理大好きなの。うまいの。だから、その小馬鹿にされるのが嫌なの。いやいや、もう、ボンカレーとか帰れ。もう、帰れ、帰れ。帰れ。ああ、もうイライラする、イライラする。くぅ！ああ！水作ってくる。ニンニクは料理ごまかせますよ。これ深い話しようか。すごい、もうこの話聞いた時点で料理の深い話していいですか。料理の深い話していいですか。これは本当にすごい深い話。いきますよ皆さん。王様が食べてるものに唐辛子とニンニクは使いません。わかる。王様が食べてる食事、天皇陛下が食べてる食事、なんとか王朝が食べてる食事に鷹の爪、要は鷹の爪とニンニクは使われてない。でだよ、貧しい国ほどニンニクと鷹の爪が使われてるんですよ。なんでかわかる？あのね、鷹の爪は未来を開くんです。辛いものっていうのは、辛いものは未来を開く。だから旨味成分をより強く受け取るので、ニンニクはニンニクでうまいから、旨味成分が入ってるから。で、これどういうことかっていうと、高級食材には未来を開かせなくてもうまいものがあるから。そう、だから庶民の味方の鷹の爪、辛いものとニンニクっていうのは素晴らしいでしょ。だからありがとうございます。匿名1号さん、グレートお花火ありがとう。あ、グレート花火ありがとう。そう、だから、うん、その、なんつうの、後進国というか、
のところの方が鷹の爪が、だから庶民の味方なんだよ。庶民の。風船ありがとうございます。そう。だから俺はニンニクと鷹の爪をふんだんに使うんだよ。だからペペロンチーノなんかそうじゃん。究極にうまくて究極にシンプルな料理でしょ。もう要はもうこの時点でね、俺がねいかにね料理うまいか分かったはずなんだよ。いや俺は使うよ。天皇陛下も食べんじゃないのカレー、分かんないけど、うん、時々は食べてもいいの意味が分かんない。波動がデスした俺、え何、俺が殺した人、俺だよって何、和道がデスした俺、俺がデスしたのにあなた生きてんのねえ匿名一望さん、俺がデスしたんでしょ、なんでデスしたあなたがコメント打ってんのねえ、デスされてねえじゃん、あの世からコメント打ってんの、何デスって、俺誰も殺してないけど、なんだよデスって、うん、出汁について、あ、出汁、出汁は重要だよ、出汁は重要だよ、うん、俺は昆布とカツオで取るのが好きだけどね。あー、ネリウムさんこんばんは。あーなんか頭きたな。日本食はうまい下手はわかるね。うん。あーマジでほんとカレー食わせてーわー。いや料理やってるもん別に家で。うるせえよ、花火5発ぐらいで、うるせえわ、でかい面すんな。帰れ帰れ。花火5発ぐらいででかい面すやつ、俺のリスナーに向いてねえ。帰れ帰れ帰れ。今、カレーの話してんだよ。うるせえよ。マウンティングしてくんじゃねえよ、花火5発ぐらいで。うるせえ、帰れ帰れ。匿名チョコうぜえわ。消えろ。うん、しょうもない。しょうもないよ。カレーの話してんだよ、こっちは。あの中国王朝のもやし炒めって知ってる？中国のあの王朝が作ってるもやし炒めってどれくらいすごいかっていうと、もやしのひげ取るじゃん、もやしに金の棒入れんの知ってた？純銀の棒知ってた？いやいや、だってうぜえもん、うぜえじゃんこいつ。花火5発ぐらいでマウンティングしてくんだったらうちのリスナー向いてねえよ。消えろ消えろ。純金の棒を入れんのよ。で炒める。すごいうまい、すっごいうまい。アンチが俺に花火投げたら負けだから、もういいよ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 、もうめんどくさい、もうめんどくさい。花火5発よりもお前のコメントをめんどくささの方が上回ってるから消えてくれ。祖母抜かない抜かない。金ごと食べんの、要はね芯の通り方、火の通り方が完璧なの、火の通り方が完璧、パーフェクト、パーフェクト。一本一本だよ、一本一本。北朝鮮なんかあれだよ、米こうやって弾くんだよ、米の形見て一粒一粒こうやって弾いてくんだよ。日本米バーってやってこうこうやって弾く、あの欠けてるお米を。それが王様が食べる料理よ、うん、うちにも熱が伝わるように、中からも火が通るように。あ、美味しいものでも出てくんだ、それ米弾くんだ、ピン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 ピ
食ってみたいよね。そう、金のもやし、金のもやし食ってみてえわ。いや超うぜえなこいつ本当に。花火5発でマウンティング仕掛けてくんじゃねえよ、たかたか5000円で。ありがとうリンさん、花火ありがとう、楽しんでってね。通報しましたじゃねえよ、うぜえもんはうぜえんだよ、うざいもんはうぜえんだわ。あの金払ったら何やってもいいっていう態度嫌いなんだ俺、うん、消えてくんね。いやー食ってみたいよね、どんなもやし炒めなんか。いやもううざいうざい、自分で消えて、うん、別にあなたが金持ちなのは分かったから、うん、たかだか5000円ぶん投げただけで生きがるクソみてえな金持ちなのは分かったから消えてくれ。はい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 、消えて、お互いのためにならないから。パフェありがとう、パフェありがとう、りんちゃん。ブロックはしません、ブロックはしません、残念でした、ブロックはしません。お前が望んでることなんかしません。残念でした、5000円でこびへつらわなくて残念でした、残念でした。俺はそういうスタイルでやってません、金に魂売ってません。言いたいこと言いたいだけです。さよなら、半袖です。もう採算が取れないから、採算が取れないから、君のイラつくコメントは5000円じゃ無理、うん、お断りです。すげえよな、金払って怒られるやつ初めて見たんだけど。何貧乏だから魂売ってるって、何こびへつらってるって、どういうこと、どういうこと。金、お前から金もらっても嬉しくないから消えてくれっつってんの、うん、まだわかんないの。お前から金もらっても困ってないから、困ってないから、うん、困ってない、うん、で5000円ぐらいでこんなでかい面されたら俺うちのリスナー迷惑だから。そ、100万ぐらいぶん投げたらわかるよ、100万ぶん投げて生きがってんならみんな納得するよ、俺も納得するよ。5000円ぐらいでワーキャーワーキャー言われてみろよ、あの敷居が下がるんだわ。でかい面してんじゃん、もうめんどくさい、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 本当に5000円なんてガキでも払えるわ。やめて空気壊すの、時間は金じゃ買えないから、気持ちは金じゃ買えないから。1000万円他でぶん投げましたけどね。他で投げた話を俺にすんの、他に1000万投げた話を俺にすんの、お前頭悪いな。そいつのところに行って和道くんにいじめられたよって言ってくりゃいいじゃん。俺だって俺に投げてないんだもん、関係ないよね、関係ある。他に1000万投げました、関係ある。お前がやってるのってさ、俺さ吉野家の株主なんだけどってすき家で言ってるようなもんだよ。お前株主に対してこの態度かよって、え、株主ってどこの株主なんですかって、いや吉野家みたいな、いやここすき家ですけどみたいな、帰ってください、はい、吉野家でやってください。それ知らないから、お前から1000万円俺受け取ってないから、うん、バカすぎるわ。お前が金持ってようが金持ってまいが関係ねえから、ここはここのルールに従えよ。いや、こいつがやってることそういうことでしょ。他で1000万ぶん投げた。だからだからでしょ。はぁ、何の関係があんのこの枠と。俺とお前に何の関係があんの、知らねえよ、そんなの。
バカすぎるだろ。そいつの枠で俺1000万使ったってやってりゃいいじゃないかよ。ちっせえ男だな、ほんとに。1000万ぐらいでたかだかよ。たかだか1000万ぐらいでぐだ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 。ちっせえ男だな、ほんとに。もうしょうもねえよ、ほんとに。一生やってろ。金持ちだったら偉いと思ってねえぞ俺らは、バカ野郎。金持ちが偉いと思ってねえよ。楽しくやってる空気を壊すんじゃねえよバカ野郎。お前ただでコメント打ってる方が面白いってどういうことだよ本当に。ただでコメント打ってるやつの方がよ、もう楽しいね楽しいねっつって金持ってるお前がつまんねえってどういうことだよ本当に。しょうもない。5000円でこんなでかい面されたらたまったもんじゃねえよマジで。安く見られたもんだな本当。なあ、ごめんねみんな。舐められてるよね。本当舐められてるわ。もういいんじゃない？やってみろよ。そんな奴ら5万といたよ。ワドをなんか簡単に超えられるとか、仮想生主でさ、ワドをつまんねえ、俺の方が面白いとか言って。みんな撤退してんじゃん。うん。やってみろよ。やってから言ってほしいよね。うん。俺より閲覧集めて稼げるんだったら見せてくれよ。うん。結果を出してから言わないと信用されないよ。結果を出せないやつほど口だけだからな。何なんだよそれ。稼げるんなら稼げよ。うん、結果で語ろう結果で。俺結果出さないで口だけなやつ大嫌いだから。あのね俺ね、ありがとう、ファンタスティック大花火匿名さんありがとうございます。匿名1号こういうことだから、わかる？匿名1号こういうことだよ。はい、匿名1号こういうことわかる？匿名さんだから、見え張んないから、うち。お前の、ね、お前の20倍だよ。お前の20倍の価値。お前、花火5発で生きがってんの。匿名さん見ろよ。ファンタスティックってことは、20倍だから、これ。20倍。わかる？で、見え張らねえから。わかる？匿名1号。だから、お前なんか相手にしないから。うん。わかる？客じゃないからお前、客じゃねえから、クレーマーだよてめえは。客じゃないから。すごいよね太平さんね、うん、こうやってやんなよって教えてくれたんだよ匿名さんが。おい匿名1号ってこうやってやんだよって、こうやってアイテム投げるのが一番かっこいいんだよって。わかる？あとね、俺客商売やってねえんだ。俺客選ぶから、悪いけど。うん、その辺のさ、金投げたら相手にしてくれるやつのところ行けよ。いくらでもいるぜ、ふわっちに5万と。アイテム投げたら媚びへつらってくれる配信者なんて5万といるよ。悪いな。うちそういう感じでやってねえから。商売やるつもりねえから。悪いけど。ごめんね。悪いね。うん。うち、リスナー選ぶから。ねえ。いいの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 。
うちそういう感じでやってないから。いいのいいのいいの、他行きな、他にいっぱいいいのいるよ、他行け、他いいじゃない、他行きなよ、他に面白いのいっぱいいんだろ。俺そういう感じじゃないから。いや噛みついてくんだもん、まだ噛みついてくんだもん。こんなたかだか5000円投げたぐらいで生きがってるやつ許せねえだろ。なあ、うちの店の保険に関わる問題だよ。なあ、他行けって。5000円で言うこと聞いて媚びへつらって犬みたいにくっついてくる可愛い配信者のところ行けよ。俺は狼だから、俺は狼、うん、一匹でやってきたんだよここまで。噛みついちゃうよ。安くないよ。あー、うるせえうるせえ、もうどっか行ってくれマジで、どっか行ってくれ。そういうことはやばぞ。和道の枠はマイケル・ジャクソンと話してるぐらいのね、心構えが必要ってことでしょ。そういうこと。マイケル・ジャクソンは5000円でフーって言わないから、言わない、マイケルは言わないから、うん。言わない、マイケルは5000円じゃ言わない。はいはい、のし上がるじゃなくて相手にしてないっつうの。分かった分かった分かった、ピキッちゃったのね。はい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 、すいませんすいません。分かった、匿名1号、出口はあちらです、どうぞどうぞ、出口はあちらです。どうぞ。はい、こんばんは。怒ってんじゃないよ。うん。教育。5000円で生きがっちゃってるやつ教育してんの。出口はあちらです。どうぞ。たかだか2万じゃねえよ。お前がなんか5000円しか投げれてねえやつか。うわー、苦し紛れだよ、苦し紛れ。自分は5000円しか払えなかったくせにさ、たかだか2万でとか言って。2万で生きがってる囲い低レベルじゃねえよ。おめえ5000円だろ、バーカ。おめえ5000円だろ、バカ野郎。おい。5000円しか払えない客がさ、2万円をさ、ポンってさ、匿名で投げていってさ、かっこいい人に、噛みついちゃってるよ、おい。おめえだよ。ブーメランだよ、5000円で生きがってんのは。てめえだよ、てめえ。バーカ。しょうもねえ。消えろ。お前向いてねえんだよ、うちのリスナーに。10年早えわ。10年早えよ。ありがとうございます。桜花火ありがとう、そうそう、ありがとう。5分の1ですいませんっつってありがとうございます。しょうもねえな、マジでかわいそうになってきたわ。もう多分顔真っ赤にしてんだろうね、スマートフォン見ながら。顔真っ赤にしながらスマホ、わかる？みんな悔しい、また負けた、悔しい、悔しいよ
お前だろうがよ、うん、お前が投げてみろよ50万今すぐ。できないだろうけどね、できないだろうけどね、できないだろうけどね。1000万投げたことあるんだったらここで50万なんかすぐ投げれるわ。やってみろよこの野郎、何でも言うこと聞いてやるよてめえのよ。50万投げてみろ、てめえのラジコンになってやるよ今すぐよ。やってみろよこの野郎、だったらよ何でもやってやるわてめえの言うこと。ずっと敬語使ってやるわバカが。知らねえよこんなゴミクズ。できますじゃねえよ、やってから言えよ。やってから、できるかできないかじゃねえんだよ。おめえはやらねえんだよ、口ばっかりでよ。何ができますだよ、できねえから言ってんだよ。やってみろっつってんだよ。ここまで言われて悔しくねえのかよゴミが。しょうもない。いやお前はやらないね特命一号、ヘタレが、ヘタレ野郎が。そこまで言って口ばっかりだろ、お前には無理だね。出口はあちらです、どうぞ。できるできる、はいはい、やってから言おうね。はい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 、どうぞどうぞ、他の人に投げに行ってください、どうぞどうぞ。僕には関係ない話なんで。ここででかい面するんだったら今すぐ50万投げてから物申してください。以上です、はい。いいよいいよ、もう相手にしたらしょうがないよこんなの、できねえんだから。俺はできないやつ嫌いなんだよ、行動に起こさないやつ大嫌いなんだよ。毎回口だけ。何 DM で言うって、何いらないから、お前からの DM なんかいらない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 、 DM なんかいらない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 。俺が求めた、俺が DM くださいって言った、いらないいらないいらない、どっか行け。いらないよお前からの DM なんか、お前に時間割くわけねえじゃん、バカすぎるわ。いいよいいよ、わかったわかった、1000万投げたのね、はい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 、関係ないけどね俺には。かわいそうだな本当に。そりゃな、5000円使ってバカにされたら顔も赤くなるわな、うん、投げるとき言う？いらない、俺には関係ないから。だからあれだろう、誰かの枠で今から投げるよって言うんだろう、バカすぎるだろ、関係ないから投げるよ、いいじゃん、いらないよ連絡。だって他にもいっぱいいるもん、花火上がってるやつ、今この瞬間で50万稼いでるやつなんか毎日いるもん。俺と何の関係があるんだっつってんの。いるよ、アイラなんか今日も50万稼いでるよ多分。知らないよそんなの、知らない、うちには関係ねえから。どこが負けなの、毎日稼いでるやついっぱいいるわ世の中に。お前が金使ってんの関係ねえから。しょうもないわ、だるいよ連絡。俺に投げねえんだったら俺の客じゃねえじゃん、俺に投げたいんだったら関係ねえじゃん。うるせえなあ本当に。うちのリスナーディスやめてくんない、お前に関係ないだろ、俺のリスナーディスやめてください、関係ないんで君には。しかし腹減るなあ、しょうもないわ、しょうもない、いやだね、俺はこうな、こうはなりたくないね。5000円ででかい面するような大人にはなりたくないね。恥ずかしい。かっこ悪い。いいでしょ？トト、和骨。いやもう、そりゃ帰れってなるよね。リスナーがリスナーに帰れって言うのなんかお前珍しいぞ、お前。帰れ。帰れ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 。
帰れ帰れ。俺のカレーはうまいよ。バイ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 。お前のあだ名5000円な、うん、お前のあだ名今日から5000円だわ。お前のあだ名5000円くんだよ。書いとけよ、匿名1号じゃなくて書いとけ、5000円って。めっちゃ恥ずかしいよ。うわ5000円来たってなるんだよ。うわ5000円来たわって。あたな5000円でしょ。5000円に変えてきな。5000円だよお前のあだ名。いいんじゃない、書くの意味がわからないけど、これでもいい機会だったね。あの花火もらってもあの全然なびかないっていうのが有言実行できて、俺も有意義だったよ。その点だけは証明できたから有意義だったわ。あ、こいつ本当に5000円もらってもこんな感じなんだっていうのが150人ぐらいに伝えることができたから、それは有意義だね。全然何言っても構いませんよ。こじきだろうが物乞いだろうが、お前は5000円だけどな、うん、お前は5000円くんだけどね。はい、初見さんいらっしゃい。5000円でさ、俺のこと口説こうとしてんのがもう安いよな。うん、舐められてんなっていう。はい、ピッピさんいらっしゃい、ワタツ。お前5000円で俺のこと口説こうって、俺の気持ちを揺るがそうっていうのが甘いよ。俺の気持ちは金じゃ動かねえよ。過去、数十万、ね、数百万で俺に貢いできた人たちが証明してるから。金じゃ俺の気持ち動かねえから。わかる。世の中には金と理屈じゃ動かねえ男がいるっていうのは分かったでしょ。ねえ。薩摩藩のね、わかるかな、西郷隆盛って男が言ったんだよ。ねえ。志で動く人間が一番やばいって。金もいらぬ、地位もいらぬ、名もいらぬ、名誉もいらぬ、志のあるやつは最強だって。俺のことだから、俺のこと、そういう男が一番厄介だよって。フォローありがとう。はるさんハートありがとう。オッケー。これお前がくれた5000円、それの倍の額。うん、はい。お前がくれたお金、わかる？金じゃねえから、わかる？お前がくれた倍額、帰れ帰れ、いらねえんだてめえの金なんか。いや、そういうことでしょ。いらないでしょ、こんなやつの。いらないから。はい、花火ありがとう。ハート花火ありがとう。いや、マジいらないでしょ。もう証明してやろ。証明してやろ。
何が気をつけた方がいいの？何が上優と一緒なの？知らないんだけど。俺がガキの頃だったんだけど、上優。いや、金じゃなくて気持ちで動こうよ。気持ちで。いらない。いらない。どうでもいいわ。風水的に良くない？すまんすまん。あんまりにも調子乗るから。あんまりにもこいつが調子乗るから。ああ。知らねえよ、そんなん。いらねえんだよ、こいつから金なんか。うるせえわ。消えろ。消えろ、消えろ。邪魔だわ、お前のコメント。しょうもない。うるせえ。消えろ。てめえの言うことなんか聞かねえよ。消えろ、消えろ。5000円くん。消えろ。しょうもない。消えろ。もう帰れから消えろに変わったからね。目障りだわ。失せろ。うるせえよ。消えろ。カス野郎。だったら凸上がってこいよ、この野郎。なあ。そんなに言いてえことあんなら聞いてやれよ。凸上がってこいよ、この野郎。おい。凸上がってこいよ、なあ。聞いてやるから。来いよ。来いよ。来いよ、この野郎。そこまで言うんならよ。散々人のこと荒らしやがってよ。来いよ、この野郎、5000円よ。来いよ。来いよ。来いよ、この野郎。なあ。よく1000万貢いだとか吹かせるよな。恥ずかしいよ、マジで。なんで俺が金燃やさねえといけねえんだよ。しょうもない。凸上がれっつってんの、言いたいことあんなら。上がれ、この野郎。何が不満なんだよ。何が詐欺野郎なんだよ。散々誹謗中傷しやがってよ。楽しくカレーライスの話してたのによ。そんなに俺のカレーライスが悔しいか？なあ。そんなにカレーライスが作れないのが、なあ？あ、この野郎。うるせえよ、もう消えろっつってんだよ。うるせえ、消えろ。もういい、しかとしかと。もうダメだ、こいつ何言ってもわかんねえわ。腹立つわ、マジ。はい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 、わかったわかった。悔しいね。悔しいね。はい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 、わかったわかった。悔しいね。いいよいいよ、もう。オッケーオッケー。ん？え、タルタルさんどういうこと？俺は5000円くれた時にありがとねってちゃんと伝えたよ。その後仕掛けてきたから5000円でこんなでかい面しないでって話してんのよ。タルタルさん、今来た人には誤解があるかもしれないけど、花火あげてくれた時ありがとねって、グレート花火ありがとねって言ったよ俺は。
その後でかい面してくるから、いや5000円でこんだけでかい面されても困るっつった。俺はちゃんとお礼言ったよ。アイテムくれた人には全員お礼言ってるよ。俺はちゃんと礼言ったよ。ただでかい面されたら困るから、別にその金づるだと思ってねえから、俺はリスナーのこと付き合いしてえだけだから。でたまに面白かったらチップ投げてくれよってお願いしてんの。余裕がある分だけでいい。1円でも10円でも100円でもいい。ただでかい面されて金あるや何でもいいっていうのは俺は教育上良くねえと思ってんのよ。何カー君があって知らないよそんな。俺はそういうこと言ってんじゃないの。燃やせよって何？燃やせよじゃないよ。腹立つわ。匿名一号さんよ、なあ、金じゃねえっていうことこれだけ見せてもまだわかんねえのかよ。なあ、金じゃねえだろ？気づけよいい加減。なあ、金じゃねえんだよ世の中。お前金があれば何でもできると思ってんだろ。なあ、俺はお前の5000円なんかいらねえんだよ。金よりも大事なもんがあんだよ世の中には。人間の心とか気持ちとかで動こうよ。そういうもんじゃねえのかよ。金があれば何でもできんのかよ。やめようよ。ちげえかおい。違うのかおい。おい！おい！金よりも大事なもんがあんだろうがよ世の中には。いやそこだけ伝わったら俺はそれでいいや。それだけ伝わったら俺は幸せだわ。そうだよ、金じゃねえんだよ。ロハコとのキスどうだった？1時間ぐらいじゃない、丸1日しびれてたね。あ、応援者だったの？ならいいけど。いや応援してくれてるんだったらそれはそれでいいけど。あ、そうだったの、ね、そう言ってくれたらいいじゃん。あ、応援してたの？あ、そうなの？ならいいわ。ならこの話終わりだわ。なんだリトマス検知って。その例え全然わかんねえわ。銭じゃ買えねえもんあるだろう。金で買えるもんって結構あるんだよな。腹減ったなーっていうか、めちゃめちゃ腹減ったわ。あ、なるほどね。ちょいちょい投げるの、じゃあいいよ、何やっても本性を見せない。あー、よくそれ言われるね。あ、地味に投げるんだ、ありがとう。いや何作ろうかな、どうしようかな、どうしよう。
何が熱いかな。今から何食べよう。カレーにニンニクは入れるよ。めちゃめちゃ入れるよ。たぶんめちゃくちゃうまいよ。そうそう、ラーメンね。じゃあ俺ね、やっぱね、のんちゃんにね、俺のカレーがいかにうまかったかっていうのをさ、証言取りたいんだよね。ラーメンいいな。ラーメン食いたいね。でもなんだろうな、ちょっとカレーの件は蹴りつけたいんだけど、カレーの件蹴りつけていい？カレーの件、のりこに電話していい？のりこに電話するわ。元カノに電話するわ。ごめんね、こればっかりは。やっぱりありがとう。ちょっと面白かったな。匿名以上さん、クール花火ありがとう。ここで投げんのか。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと絶妙すぎて面白かったな。ラーメンの足しします、ありがとう。電話する口実なんか作ってねえよ。配信中は凸 OK なんだよ。配信中は。いや俺こそごめん、なんか匿名さんごめん、ほんと。あれ、のんちゃん電話出ない。あれ、え、のんちゃんが俺の電話出なかったことある？あれ？え？嘘でしょ？のんちゃんが俺の電話出ない。嘘。出ない。嘘。え？出ないわ。え？出ないんだけど。マジかよ。カレーどころじゃないでしょ、これ。え、ティロってるの？ティロってるの、のりこ。マジか。もう香川リスナーになっちゃったんだ。裏切り者だ、あいつは。あいつは裏切り者だわ。せえへん返せ。いや、台本なんかないって。あ、ヘタレトレーダーなんだ。頑張ってください。応援してます。はい、台本はないです。はい。え、ちょっと待って、のんちゃんが電話出ないんだけど。嘘でしょ。ショックなんだけど俺。台本なんかないよ、俺の放送に。マジか。どうしよう。どうしたらいいんだろう。どうしよう。もう一回電話しよう。もう一回電話するわ。もう一回電話するわ。どうしよう。もう一回電話する。あ、もう一回電話するわ。出ない。当てた。当てた。もしもし。もしもし。はい。俺、カレーうまいよね。うん？カレーうまいよね。僕、和道さんのカレー食べたことない。え？のんちゃん、
俺カレー何回も食べさせたじゃん。俺何回もカレー食べさせたじゃん。僕、ワドさんのカレー食ったことないよ。なんでそんなひどいこと言うの？なんでって、僕、ワドさんのカレー食べたことない。なんで俺との思い出はもう忘れちゃったの？なんでそんなひどいこと言うの？1年半も付き合ってたのに、あんなに愛し合ってたのに。だっての、のんちゃんでしょ？ワドさんにとっては。なんで？俺、カレーまずかった？それは否定しないで。まずいとかさ、そうじゃなくて、食べたことない、食べさせてもらったことないし。ひどいよ、のんちゃん。なんでのんちゃん、俺のこと嫌いだったの？僕はのんちゃんじゃないし。誰？誰？え、のんちゃんじゃないの？のんちゃんじゃない、知ってるでしょ。え、ロハネカタさん、はない。ロハカさん、俺のカレー食べたことなかったっけ？今度食べてよ。だって、ワドさんの家で何かごちになったことないよ。確かに、言われてみたらそうだわ。俺、ロハコさんからご飯は食べさせてもらったけど、確かにないわ。ないよ。今度食べようか。ちょっと、ねえ、ロハコさん最近どうなの？ロハコさん最近どうなの？最近？ぼちぼちかなって感じ。元気にしてる？元気ではないけど、ぼちぼちかなってあ、そっ感かそっじ。か。今度遊ぼう、また。何よ。ステグロ終わるまで落ち着かないでしょ。そうなんだよ、ちょっと。バタバタしてんの。バタバタしてる。ごめんね、なんか最近全然絡めなくて。全然絡んでないよ。全然絡んでないよね。ステゴロ1から絡んでないが、1年ぐらい絡んでないよね。だからみんなに言われるもん。ワドさん困ったんですかって。最近どうなの？なんか、元気なの？あ、元気はないっつってたか。ちょっと、ロハカさんの家今度遊び行くよ、ステゴロ落ち着いたら。ありがとね。ごめんね。分かった。じゃあねー。のんちゃんじゃなかったわ。電話かけ間違えてた。ロハちゃんだった、ロハちゃん。ありがとうございます。大花火5発ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。つまんねえな。最近の、はい、ん？なんだ？ちょっと待って。あ、かかってきた。もしもし、のんちゃん？もしもし、カレー美味しいよね。もしもし？もしもし？俺のカレーを、俺のカレー、あれ？のんちゃん？なんだろちょっとよくわかんなかったな。なんか声が遠かった。おや、よく分かんなかった。いや、ちょっとよく分かんなかったね。いや、分かんない。何言ってるか聞き取れなかった。何食べよう。何食べよう。あ、面白い配信するようになった。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうあれだな。なんか考えねえとな、ちょっと。なんか考えねえとな。鍋？鍋食うの？あ、鍋いいな。鍋。なんか飯雑もやろうかな。飯雑もコンテンツに入れようかな。なんか、料理配信とか。ここで作るのって可能なのかな。よっさんみたく鍋やるってありだよね。ランハゲさんとかさ、よっさんみたく。
あ、ちょっと考えねえとな。今後の配信、配信会、雑談配信が元気ないからね。喋れる配信者が少なすぎるんだって今。ドレさんもいなくなっちゃったしね。いや、喋れる配信者本当に少なくなった、マジで。喋りを主戦場にする人、やっぱ喋り大事だよ。結構スキルがいるんだよね、喋るのって。ドレさん喉ぶっ壊れて今月いっぱい休み。1週間休むって言ってからもうずるずる20日間休んでるね。あ、そうなんだ、最近俺ばっかり。いや大事だよ結構ね。あの雑談配信メインに見えるかもしんないけど、喋りでね、本当に喋りでやっていく人って実はね少ないんだよ。あの レアキャラなのね。だからドレさんとかちゃんまんとか便所さんって結構レアキャラだから、若い子には受けなくて、受けないかもしんないけど、30オーバーでちゃんと聞ける配信者はね、やっぱ生き残ってもらいたいよね。雑談は俺、ドレさん、ちゃんまん、ゆいがさん、便所さん、あと誰いる？喋りが安定してんの。まあ、七原くんとか、まあ、ニコ生すげえ面白いのが出てきたけど、ふわっちで喋りがうまいの誰かいるかな？ちゃんまんクソかな？あ、まあ、鮫島さんはまあ、雑談系か。まあ、鮫島さん、レアキャラだよね。あ、ネルさんもいるか。ネルさんもいるね。いや、意外とね、母体少ないんだよ。香川さんとかさ。喋りメインにやっていく人って意外とね、レアキャラなんだよね。超レアだよ。ちょっとそろそろご飯食べに行くけど、最後にちょっとトツかけるわ。もうそろそろ終わりにするわ。でも最後にちょっとやっぱり気になる人がいるから電話するわ。大花火ありがとう。はい、俺のこと好き？放送中なんですけど。あ、ごめんごめん、ちょっとどうしても言いたいことがあったから。じゃ何？お前のこと大好きなんだけど、どうしたらいい？なんかのりこちゃんとかいう、なんか竹串刺す女付き合ってるじゃんお前。俺のりこと別れたよ、もうとっくに。とっくにっていつや？5日ぐらい前。5日、まだ早いわな、それは。違う、だから俺のことどう思ってんの、ワンワンは。まあ、うちの猫に似てるとは思ってるけどもね。え、何、ワンワンの飼ってる猫に俺似てるの？ちょっと似てるね。え、ってことは俺のこと好きってこと？好きとか嫌いとかじゃなくて、いや、はっきりしてくんない。俺ワンワンのことちょっともう気になりすぎて放送できないから、脈があるのかないのか、可能性はあんの？俺ワンワンと付き合える。あ、これから。じゃあ花火を10発投げたら可能性はある？花火10発ってそんな安い女なの？すぐ上がるよ。だから和道が10発今上げたら、俺が何、俺のリスナーさんじゃダメなの？ダメダメ。あ、俺が投げないダメなんだ。そうだよ。なんで俺がワンワン、うん、スター考える、考える。いやいや、金じゃないじゃん。俺ワンワンのこと本気なんだって。あ、じゃあもう本気じゃないじゃん。いや、本気だよ。たったの1万円も使えないなんて、もう本気じゃない。いや、俺本気でお前のこと愛してるからね。実は。いつから？もう、ニコ生の頃から。でも花火10発もあげれないでしょ？いや、だから金の問題じゃないから、これは。いや、金の問題だから。いや、俺お前のこと大好きなんだけど。だからそれで測れるじゃん。え？どんだけやったかって。何？お前じゃあ彼氏は何？財布だと思ってんの？
財布で決めるの、お前。財布では決めんけども、うん、それぐらいの愛情とか、そういうなんか表しが必要ですよ、うん、最初に。表しのこと好きなの、お前。表しって、その表しじゃなくて、うん、そのあの最初の表現とかが必要でしょう、うん、何が欲しいの、金以外だったら、物だったら。いや、欲しいものリストの、うん、うん、欲しいものリストあんの？ちょ見てみようか。欲しい、あったあった。欲しい、これワンワンの欲しいものリスト見るわ。ちょっと今、うん、何これ、キャプチャーボードが欲しいの？うん、あ、これがワンワンの欲しいものなんだ。うん、おう、おう、なるほどね。うん、意外と安いな。お前シャンプーとかリスナーにこじってるの？うん、シャンプーぐらい買えよ。なんで？なんでオロナミン C 欲しいか。うん、オロナミン C じゃ買ってあげるよ。どれが一番欲しいの、ワンワン？キャプチャーボード。キャプチャーボードどれだ？カービィのぬいぐるみか、キャプチャーボード。カービィのぬいぐるみ欲しいの？キャプチャーボードか、うん、キャプチャーボードどれだ、うん、ちょ、上の方行ってみて。上の方、上の方、財布、原付きのフィギュア、どこにあるの、キャプチャーボード。え、もう少し下行って。もう少し下？椅子、机、マイクの、もう少し下行って。トリス、なんかもう少し下行って。もう、いや、行ってる行ってる。ヨーグルト、してって。どこどこどこ。もう少しだって。もう少し。あ、タブポチられてるわ。あ、よかったじゃん。買われてるじゃん。届くじゃん、もうすぐ。うん。うん。まあいいや、だんだん飽きたからブス。じゃあな。うん、飽きたわ、うん。なんで俺がブスに1万円も払わないといけないんだよな。ふざけんじゃねえよ。いや、飽きたでしょ。全然絡みは面白くなかった。うん、もしもーし。もしもし、聞こえないんですけど。もしもーし。何？何このトツ。じゃあそろそろ終わりにするわ。たくさんありがとうございました。また放送します。もしよかったらフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。